いつ。俺たちが叶わねえのか。エラの連中やべえな。あの鉄を駆けるか。神さんを泣かせるような奴らは一匹残らず下ろしてやるぜ。あっちの人やれだな。俺は司令塔の役を引き受けるんだ。そこはお前らに任せたからな。それよりアーロのところに行かねえと。魔法たち、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。やつら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだ。よし、俺が引き受けた。一人で大丈夫だよ。清流流水、やるじゃねえか。これで先に進めそうだ。やつらを引っ張れろ。
足場は固まったな。もちもちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。その間に何とかしろ。Come on!
せてやる。これでも食らえ。加藤種族、俺とてめえらちゃん、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。720ポンド。もういい、あいつはなしだ。魔球戦痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。六王の辻